さあそうということで今日は田畑恵美さんに来ていただきましたイエーイお邪魔します恵美ちゃんありがとうほんとありがとうね嬉しいゃ素敵やったいや丸ちゃんもう最高なもう幸せで私ね恵美ちゃんはね15年ぐらい前に15年も経ってるかな黒沢かおるさんかなんかのライブあれ何だったっけなあ なんかそういう系のやつの時に、えみちゃんが当時こんな頭で、アフロでなんかゲストシンガーみたいなで出てる時に、なんかリハカランカーでご一緒したことがあって、すごいね、カリスマがすごくてね、怖かったイメージがあった。もうね、か格好ばっくり。あの時すごかったよ。ねあの時ね、あのなんかあれすごかった。ファッションもさ、もう尖ってたよね、なんかね。結構尖ってたよね。めちゃくちゃかっこよかったよ。 もうね、中身とは裏腹だったんだだけどね <laughs> でもそう、そうだから私、エミ <laughs> ちゃんってちょっと怖い、なんかこう、ちょっとなんか、なんていうの、すごいアーティスティックな人なんかなって思ってたら、もちろんアーティスト性はすごくあるねんけど、中身がもう、癒し系すぎて、あのギャップに驚きましたいや、もう、ちょっとあれだね、じゃあ、あのなんていうの、かっこよく振る舞っとけばよかった、引き続き、<laughs> <laughs> せっかくアーティスティックって思われると、ね、<laughs> 無理やろ。 <笑><笑>そうあのえみちゃんとは、うんうん、だからずっとえみちゃんのことはもう知ってたけどほとんどご縁なくてうう、ね、もうで出会ってからというかお互いね「こんにちは」って言ってからはもう数年。なんかプレイベートで ちちょくちょくくなんかであったりとかあなんかあれかゆずさんのレコーディング2年か3年前の大晦日かな何かの時にそうだったね年末だったね,ねあの蔦屋光一さんのスタジオで、はい、とかぐらいやったよねう,うんそうだねそうで全然ご縁なかったんだけどうん、うん、なんと今年の8月にうん、うんうん ミュージカルご一緒させてもらったんですよ。そうなんですよ。ね、楽しかったね。楽しかっためっちゃなんか面白かった。毎日がいや、そうそう、あのミュージカルはもう,うん、うん、お稽古が一ヶ月とか二ヶ月あるから。うんうん、もうほぼ毎日、うん、あの部活のように。うん、ね、そ<う>あそこのあのファンキージャムのスタジオで。<ー> <laughs> わいわいしてね歌練習してわちゃわちゃして歌ってもう最高な日々だったな夏いい夏だったよねいい夏でしたね帰ってねほんでもうコロナの第4波がごはかなんか来てて来ててねみんなでサバイブしましたマリエちゃんとかと一緒にマちゃんと菅谷マリエちゃんとすごいんだけど後ろ大丈夫この音 ちょっとコージがね今施されてるとここは適当に切りますね大丈夫ですはいそうあのねなんか結構私舞台ストレートな舞台には出たこ出演させていただいたことがあったんだけどミュージカルってことでなんかちょっと決まってたのね緊張してあそうなん結構がっつり ガガンンななんかか歌うのどんな感じなんだろうと思ってたけどなんかあかえってなんかライブ感覚っていうかいつもの感じでみたいな感じでただこう振り付けとかがいっぱいあって楽しいみたいなもうねあのおかげでねあの時期だけすごい健康だったんだよね体が。ういうことあの時期だて一気に運動不足が解消れてるかるね。ってか今回歌えみちゃんさ歌詞全部覚えてたやんかすごくない 私ね逆に歌詞覚えちゃう人覚えるまで歌き込まないといその、うん、なんかね逆になんか見ちゃうと気が散って、うん、もうテンパって失敗するエミちゃんってさうん、うん、多分すごい記憶力いいんでしょうん、うんうん、全然だってもう今日朝何食べたとかとか全然覚えてない <laughs> え今日朝何食べたじゃあね何食べたか覚えてないけどこういう歌詞とかは覚えれんのよあ,あのそう。 コーヒーしか飲んでなかった、そういえば。朝食べてすらいなかった、そういえば。でもね、そう、歌詞とか、うん、あと自宅の Wi-Fi の、うん、パスワード記号あるじゃん、うん、変な,なんか。あれはとかは、1回とかで覚えれる。うん、えだからめっちゃ、すごいね。 なんだろうねんかでもそれ以外全部忘れるよ確かに何か言ったこととか理解できてない時あるもんねあるあるうんうんうんえ何なんだっけって私なんか楽屋で23回そういうことそうを遭遇した気もするけどそう昨日コーラスアレンジした音源をえみちゃんに送ったんですようわこれもうほんまごめんと思って送って今日もう歌詞ミント全部歌ってるからえマジでと思っていや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 もう素晴らしいいやいやいや こんな至近距離で。私も超うれしくてすでした。一緒にこんな近くで一緒に。ねありがとういて最高だった。ぜひライブも一緒にやりたいね。やりたい、やろう、絶対。ね、ぜひやろうな。なんかエミちゃんが私に聞きたいこととかないの <laughs> 私、まるちゃんが、うん、なんでさ、この、もう、なんていうの、日本人じゃないじゃん。もう、もう日本人やねんけどね。日本人やねんけど、うん、でも全然日本人のこう 僕ないい。このなんていうの音楽的なバイブスとかもそうだしなんか、しかもねなんかも太陽みたいじゃん明るくていつもそうですけどでもんか結構落ち込んだりとか人ってするじゃないでも全然なんか明るいじゃんいつもうん、そうね。それってなんでなのそれ私最近すごい言われる。 なんかすごいポジティブって言われる。あ、私でもなんでかっていうと一個きっかけがあって、あの、ルンヒャンってわかるわかる。ボーカリストのルンヒャン。ルンヒャンが昔ドラマティックソウルっていう4人グループやってたのね、私。で、あの、家で本場の撮影日かなんかの、あの、なんか打ち合わせみたいなちょっと準備してたんかな。で、いきなり CD プレイヤーからドラソの曲が流れ出したん。 うん、で私「えこ怖な何なん,なんめっちゃ怖い」と思って、うん、今まではなんかもうすごいあ怖いとしか思ってなかったけどルんやんが「うん、あめっちゃいいことある今日こんななんかこんなすごい起きないようなことが起きて今日はめっちゃいい日」って言い出してなんかあなるほど,るほど考え方でこんなに物事の捉え方って違うねんなって思ってそれからちょっとなんか、えーうん、あこれ発想の転換で何でもプラスに取れるかもって思ったのは結構きっかけとして大きいかもね。 私も今日からそうする食べ物とかじゃないのねじゃあんかこれを食べてるこれを食べてるからとかレバーとか鶏肉いっぱい食べてるとかそういうタンパク質とか気持ちがこう気持ちまでよでも私ねめっちゃ炭水化物食べるかもももしかしたら脳の周りが回転がすごいエネルギーが足りてるのかもしれないよねこれちょっと YouTube で言えるのかどうかわからないぐらい不確定な情報ですけどなるほどちょっと。 試してみますえねええみちゃんは沖縄は育ちやんかうん、うん、どこでこう、ソウルミュージックがルーツなのえっとねソウルミュージックっていう限定じゃないんだけど、うん、親が父親が、うん、あのハワイの大学に行ってたのよハワイ大学に何<ー>か工学部みたいない、ね、なんかうん。 なんか海外の音楽にっったっぽくて、うん、でもすごい洋楽ばっかりをずっと聴いててそれを私が生まれた後もずっとそうだったから家でレコード聴いたり、うん、車の中で二人でドライブ行ってーカーペンターズとかいろいろ聴いたり<ー>で結局スティービー・ワンダーとかさ結局ルーツはなんかソウルじゃん。なんかそれでだんだんんこう 掘り下げていってみたいな<ー>自分でも掘り下げてみたいな感じかな、まあ、じゃあ親の影響が結構大きいよねうん大きいすごいねもうね父親の影響が大きいね歌とかもお父さんに会ってみたいうんそうもうね,ねそうお父さんそう去年亡くなったんだけどそうなんかそうでもなんかすごいもう会って欲しかったそうかもうまるちゃんに会ったら大笑いすると思う多分 <laughs> ていうか私この前さそれこそミュージカルの帰りにさ田畑家の姉妹をさ駅の前で見かけたら全員同じ顔してるんですよ五人姉妹五人姉妹かそうそうみんな本当に美人だよねほんとそれめっちゃお土産送ってくると思ってほんまにちょっと住所を後で送るわ東京都めっちゃ喜ぶと思うめ品家族やなと思いました いいやや、何をしますえじゃあエビちゃんはじゃあ近々なんかこんなふうに音楽やっていきたいとかこういうライブありますみたいな話ありますかえっとねとにかくあのなんていうのかな私今ドラマのさ沼澤孝さんとか鍵盤の森俊幸さんとかあとたまに学士君とかあと小林真珠さんベースのあと小林陽太君ギターの。 っていうメンバーでよくライブをやってるんだけど、えー、それはねすごいなんかぜひあの見に来てほしいんだよな、えー、もう生で見てほしいんだよな。まあそうやろうね。そのメンバー聞くともう確実にいいよね。うん、そうなんだよ。うん、かといってまだあの次のライブの日程は決まってないんだけど、<laughs> <laughs> でもこのメンバーでやるとき絶対お知らせするんで、ぜひもうぜひ来てほしいんですよ。すごいんだよ。本当にすごいのか。じゃあぜひぜひ。本当に素敵なですよ。いい音楽に包まれるって幸せよね。幸せ。 せね、めっちゃわかります。うん、じゃあ、そんな感じで、田畑由美さんの活動はぜひ。うんえー、インスタグラムウェブサイト?うん。インスタグラムが多いかな?。多いかな割と、はい。の方で、ぜひチェックしてみてください。はい、それでは、今日は以上です。じゃあね、じゃあね、バイバイ, <laughs> バイバイ。バイバイ。